胞子は、シダ植物、コケ植物及び、藻類、菌類、あるいは、原生生物のうちの変形菌などが形成する、生殖細胞を指す。胞子による生殖を胞子生殖と呼ぶ場合がある。また、弁毛を持って運動する胞子を、有僧子と呼ぶ。胞子と呼ばれるのは、その生殖細胞が、以下のような特徴のすべてを有している場合である。特定の器官で形成される。 単細胞の構造を。多数がまとめて形成され、広く分散される。適当な条件下で発芽し、単独で成長して、新しい個体を形成する。比較的厚い膜に包まれ、耐久性がある。しかしながら、多くの例外があり、むしろ上に劣記したような生物群が形成する、生殖細胞を一応ひとまとめにして、胞子と呼ぶ、という傾向がある。例えば、 菌類が形成する無性候子のうちには、特定の期間内にただ一個しか形成されない場合も見られるし、そもそも菌類には個体という概念がなく、新しい個体を形成するという定義を当てはめることができない。種子植物の場合、肺脳細胞や花粉4分子がシダ植物の候子と相当の期間ではあるが、もはや蒸気の定義にはそぐわない。 遺タバ植物やコケ植物の中には、より多数の細胞からなり、ある程度組織化された産布体を作るものがあるが、そのようなものは通常は、胞子とは呼ばず、猫などと称される。藻類などでは、単独で成長することのできる生殖細胞を形成する場合がある。これをも、胞子の一型に含める考え方もある。また、マラリア原虫を含む原生動物に、 胞子虫と呼ばれる分類群がいくつか存在し、それらの生殖細胞にも胞子という言葉が当てられる。おそらく胞子虫の生殖細胞が一度に多数の小さい細胞に分割されて分散する過程が胞子を創造させたものと思われる。菌類においてはごく普遍的に見出される。核の融合とそれに続く減数分裂とを経て形成される胞子を指して一般には 有性胞子と呼ぶ。ただし、金の種類によっては、核の融合と減数分裂との結果として作られた、子有それぞれの核が、一個の胞子に同時に配分される場合もあり、この場合、見かけ上からは胞子に性別がないように誤られやすい。核融合及び減数分裂を経ずに、性的和合性を有した複数の核を含む、細胞断片がそのまま胞子として機能する例はごく、 普遍的で、この型の法子は、分生子と称され、慣例的には、無性法子の一型として扱われる。ただし、複数の核を含む細胞であっても、それらの核の間に性的和合性がない場合は、他の細胞との間で性的和合を果たさなければ、以後の生活感を全うできないことになるため、こちらは、優性法子として区分される。法子に、私有の性的不りがある場合、 姿勢の奉子を大奉子と言い,い、優勢の奉子を小奉子という。この区別は、奉子の見かけのみに基づくもので、姿勢の奉子の方がより小型であることもしばしば見られる。菌類では、姿勢奉子を指して、不動性子の故障が当てられる場合もあり、さらに性的な区別とは別に、3つまたはそれ以上の異なったタイプの奉子を生じる菌も少なくない。奉子の形成過程において、 それが細胞内に形成される場合、これを内生胞子と呼ぶ。また、その形成期間はしばしば胞子脳と称されるが、シダ類や仙類などのように、多数の細胞で構成される場合にのみ胞子脳の故障を当て、単一の細胞の内部に胞子を形成される場合に、対しては、死脳という呼び名を当てるのが慣例になりつつある。また、 単一の細胞内に形成された胞子が弁毛を備えている場合、その形成細胞を特に有層子能と呼ぶ。胞子が外部に形成される場合、外生胞子と呼ばれる。単子菌類及びごく一部の変形菌において見出される。体細胞分裂によって形成される胞子を栄養胞子、減数分裂によって形成される胞子を減数胞子という。 菌類では発芽した胞子が菌子とならず、より小型な胞子を形成するものが存在する。この場合に新たに形成された胞子を二次胞子と呼ぶが、この故障は複数の細胞で形成された胞子がより少数の細胞からなる断片に分割され、その断片の各々のが独立した胞子として機能する場合にも適用され、やや曖昧な用語である。 卵菌類では、有層子がシストを形成し、やや形の異なる、有層子に変形した後で、再び分散する例があるが、これらを、それぞれ一時有層子、二次有層子という。菌類の場合、胞子が粘液質に渦漏れて形成される例があり、これを湿性胞子という。これに対して、胞子が乾燥してバラバラになる状態のものは、乾性胞子と称される。このような相違は、 放肆分散の様式に関係しているとも考えられている。粘液に閉じ込められたものは動物などに付着して運ばれるのではないかなどと考えられるが必ずしもそうではなく、例えばクモのスカビは放肆脳の壁が一旦溶解して粘液質になり、その後に再び乾燥して崩壊し、放肆は風や水流によって分散される。いずれも服装世代の植物体に 胞子脳が作られ、その中に胞子が形成される。胞子形成時に減数分裂が伴うので、胞子は単層である。菌類では分類群によって、胞子の形成様式に非常に多したような違いがある。どのような胞子を作るかは、菌類の分類では非常に重要視される。詳細は各分類群を参照のこと。つぼかび門、接合菌門、死のう菌門。 単子金門、不完全近接合金門のものは、方子脳方子を形成するとされているが、すべての種がそうであるか否かは論議がある。方子脳の基部が崩壊し、方子脳そのものが分散単位となる小方子脳を形成する勤群があり、しかもその中には、方子脳内に方子がただ一個しか作られないものがある。この場合、分生子との区別が困難である。また、 ハエカビメや鳥持ちカビメの形成するものは、機能的には、新生の分生子であるとの説もある。また、栄養菌種の一部が区画され、細胞壁が飛行した鉱壁胞子の形成も、様々な菌類に見られる。休眠機能を持ったもののみを、真の鉱壁胞子として、扱うのが妥当であるという意見もあるが、休眠機能を持つかどうかの判断は、現実には、困難であり。 寛容的に細胞壁が厚い胞子を刺して用いられている故障に過ぎない。ありがとうございます。